ッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか？ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。両チームピッチに散りました。さあ、キックオフです。マルコ・ロッシ。いいパスだ。突如としてトップスピードに乗ります。キックミスでしょう。ガムランチッチ、エリアに虹をかけます。さあ、どちらがボールを支配するのか。味方が探してますよ。フォローが遅いですね。キラーパスになるのか。シュート、これはゴールキック。フィリカーン、ヘッドで、ガムランチッチ、ドリブルで上がる、果敢にスライディング、シュート、これはコーナーキック。さあ、チャンス到来。プレスをかけます。さあ、ここからどう攻める。オフサイドフラッグが上がる。シュート、スーパーセーブ。前半残り5分です。ビリカーン、見たか、ゴール。さあ、もう一度見てみましょう。ビリカーノ、ハルナト、モルフェオ、入るか、これはゴールキック。ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さて、中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。さあ、後半戦キックオフです。ガムランチッチ、
遮断なパス交換、敵に当たってしまった。さあチャンス到来。これはファールです。ヘッドでつないで、危険なタックル。これはイエローカードを取られました。熱くなるのはまずいですよ。アダニ、エフェンベル、流れを止めた。オフサイドにはならなかった。中へ放り込む。ボールが宙をさまよう。タロッツィ、交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。ガムランチッチ、空中戦。タロッツィ、放り込んできた。ヘッドでつなぐ。シュート、取り損ねた。ここで折り返す。ボールを囲んでいきます。速攻、これはオフサイド。いや、タイミングはいいですよ。交代した選手がサポーターの声援を。空中戦、ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。1点を死守しました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。